ボストン。ボストンはアメリカ海軍の重巡洋艦、ボルチモア級従巡洋艦の2番艦。艦名はマサチューセッツ州ボストンに由来し、その名を持つ艦としては6隻目。ボストンは1942年8月26日、マサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール、フォアリバーゾー戦手で寄港。ボストン市長のモーリス・ジェートビン夫人の手によって浸水。 1943年6月30日に JH カーソン艦長の指揮下収益する。ボストンは太平洋艦隊に編入され、1943年12月6日に真珠湾に到着した。同年1月に第58任務部隊に加わって、1944年1月31日から2月28日にかけてマーシャル諸島攻略に参加。 クエゼリン艦渉、マジュロ艦渉、エニウェトク艦渉の上陸を支援した。同任務部隊はパラオ諸島、西部カロリン諸島を空襲、3月30日から4月1日、ついで、ホーランディアを含む西部ニューギニア、4月21日から24日、トラック諸島、4月29日から5月1日、伊シ島、7月3日から4日を攻撃した。また、マリアナ沖海戦、 フィリピン海海戦に参加した後も2回にわたって、6月24日から26日、7月3日から4日、イオウ島の空襲を支援し、グアム島上陸支援、7月12日から8月15日、パラオヤップ島、ウルシー干渉空襲支援、7月25日から27日、モロタイ島上陸支援、9月15日、南部パラオ諸島上陸支援、9月6日から10月14日、 フィリピン諸島空襲支援、9月9日から24日、などに従事した。その後、第38任務部隊に加わって10月10日に、行われた沖縄空襲支援を手始めに、10月11日から14日に、かけて、ルソン島北部と台湾の空襲を支援し、10月15日、10月24日から26日、11月13日から14日、 11月19日から20日の4回に、渡って、ルソン島空襲を支援し、0手沖海戦、0手湾海戦に参加した。同任務部隊が日本海軍を退けると、台湾空襲支援、1945年1月3日から4日、9日、15日、21日、ルソン島空襲支援、同月6日から7日、中国沿岸空襲支援、1月12日、 16日、九州と南西諸島の空襲支援、1月22日、2月15日から16日、3月1日に従事した。その後ボストンは、オーバーホールのため1945年3月25日に、カリフォルニア州、ロングビーチに到着する。オーバーホールが完了すると、真珠湾、エニウェトク経由で、太平洋西部へ戻り、日本本土攻撃を行う。 第38任務部隊に合流する。部隊は7月20日から8月15日にかけて攻撃を行い、8月9日には釜石へ砲撃を行った。日本の降伏後は占領任務に従事し1946年2月28日まで止まる。その後本国に帰還し、1946年3月12日にピュージェットサウンド海軍造船所で予備役となる。 ボストンは1952年1月4日に、キャグマイナス1、ミサイル巡洋艦へ、艦種変更される。1952年2月に、ワシントン州ブレマートンからフィラデルフィアへ栄光され、ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で、ミサイル巡洋艦への改装が行われる。この改装で、後部8インチ砲塔は撤去され、対空ミサイルランチャーが取り付けられると同時にの装備も、 近代化された。ボストンは1955年11月1日に、ボストン級ミサイル巡洋艦の一番艦として最終駅し、東海岸沿い及びカリブ海でミサイルの運用評価、艦隊演習を行う。その後地中海に向けて1956年11月23日、出港し、1957年5月に帰還する。夏には、 海軍兵学校生を上官させ、南アメリカへの巡航を行った後来た、大西洋で、NATO の演習に参加、オーバーホール後にボストンは1958年6月から9月にかけて2度目の第6艦隊での巡航を行う。この巡航の間に、レバノン危機が発生している。その後は8年間にわたって、地中海で機関としての作戦活動、ヨーロッパ北部、カリブ海、 東海岸での演習に従事した。1967年4月にボストンは再び太平洋に展開する。パナマ運河を通過し、15年ぶりに第7艦隊での戦闘任務に従事する。今回の任務ではベトナム沖を拠点として南北ベトナムの敵拠点に対して8インチ、5インチ両砲弾を数千発撃ち込んだ。その後も東海岸から 太平洋へ1968年4月から10月までと、1969年5月から11月までの2度の展開を行う。1968年6月16、17日に、ボストンはオーストラリア海軍の駆逐艦、ホーバートと共に、北ベトナムの敵拠点への砲撃中に、アメリカ軍のジェット戦闘機による攻を受ける。オーストラリア兵2名が死亡し、 両艦ともに勝破した。両艦は北ベトナム軍のヘリコプターから攻撃を受ける2隻のスイフトボート PCF-12 と PCF-19 の付近にあり、1隻が沈められた後、残るスイフトボートは2時間に及ぶ銃撃戦をタイガー島の付近で繰り広げた。アメリカ軍戦闘機は支援のため出撃したが、現場には北ベトナムのヘリコプターが離脱した後に、 到着しボストンとホーバートを敵艦と誤認し攻撃を行ったアメリカ海軍はボストンホーバート事件の一部としてスイフト防衛の攻撃を記録し公式に友軍の誤者としている1968年5月2回目の爆撃支援巡航開始後間もなくボストンはミサイル巡洋艦から重巡洋艦に艦種変更され 船隊番号も元の CA-69 へ変更された。ボストンはテリアミサイルを装備していたものの、10年以上の現役任務の間に、技術の急速な進歩はこれらのミサイルを旧式なものへと変え、その支部層は再び完全砲に残された6問の8インチ砲となった。最後のベトナムでの任務が完了すると、退役へ向けてのモスボール化作業に入る。 ボストンは1970年5月5日にマサチューセッツ州ボストンで退役し、1973年1月11日に除籍、1975年3月28日にルイジアーナ州ニューオーリンズでスクラップとして売却、廃棄された。ボストンは第二次世界大戦の先行で10個の従軍聖賞を受賞した。 ベトナム戦争においては1968年5月1日のドンハでの戦いで砲撃支援の功績により海軍主君部大賞を受賞し沿岸での艦砲射撃及び1968年7月30日から8月30日までのオペレーションシードラゴンでの功績で南ベトナムの主君部大賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。